こんにちは、教えて台湾の笹です。でもすごいね、余談から入っちゃうんですけど、今週はね、本当はヤオグン台中、ロッキン台中っていう台中でね、毎年行われるすごくね大きな野外フェスのイベントがあるんですけど、そのねレポートをしようと思ってて、もうね完全にね動画回すの忘れてたというか、バタバタしてて、もうしっかりとこうレポートを撮れるような動画がねちょっと撮る時間がなかったんですよ。なので本当にね申し訳ないなって思ってます。ヤオグン台中ってこう毎年ね台中でね行われてるんですけど、人がねすごくたくさん来て、でしかも入場無料なんですよ。いろんなねアーティストさんが来てすごく盛り上がりを見せるねイベントです。でね、今年はね日本、韓国、タイと、あと台湾と、あと香港のアーティストさんとかもね出て、すごくねもうめちゃめちゃ楽しかったです。はい、私が所属しているそのカニットというバンド、まあ、以前の動画でもねお話しさせていただいてるんですけど、そのバンドもね今年はロッキン台中に出演しました。はい、ね、夢の舞台にね立てるということで、すごくすごく嬉しくて楽しかったです。はい、ではねちょっと余談にはなってしまったんですけど、今日はね全くね音楽とは関係ないんですが、食欲の秋ということなので、はい、もちろん食べ物について皆さんにねお伝えできたらなと思います。秋といえばなんだろう、まあね、冬でじゃあ何食べるって聞かれたら何を思い浮かべます？鍋。そうね、鍋もいい。冬の鍋は最高ですもんね。私はパッと思い浮かんだのが、まあ、肉まんだったんですよ。やっぱり毎回このコンビニにね行くたびにね肉まんを見かけるとね、ついつい買っちゃいません？私ね高校卒業まではね、まあ、日本にいたんですけど、その時もね学校終わって肉まん買って帰るっていうのがもう定番になってたぐらい、もう肉まん大好きだったし、冬に食べるね肉まんはなんでこう格別に美味しいじゃないですか。だからね今回は台湾のコンビニ、まあ、セブンなんですけどで売ってる、まあ、肉まんっていうのを2つね紹介したいなと思います。はい、ではね早速ご紹介していきたいと思います。まずねもう1つ目はオーソドックスなね肉まんね、じゃん、こちら買ってきました。もうねシワシワ。ね、台湾ではこうセルフでね取ってレジに行ってお会計をするという形になりますね。熱々だったんだけど今ちょっとね冷えちゃってるかな。うん、でも、ね、早速ちょっと出していきたいと思います。じゃーん、やばくない？もうこれだけですごくね幸せだよね。でね、これをねちょっと食べていきたいと思います。これはね、ザオパイのシェンジュローバオかな、一番オーソドックスなやつですね。中割っていきたいと思います。いきますよ、じゃーん、くるよくるよ、お、きたー、めっちゃ肉が漂ってる。待って、そう、やばくない？肉もぎっしりで、ほら、椎茸とかもね、入ってるね。こんな感じで、もうね、お肉もぎっしり入ってるんですよ。で、ここのね、この皮もほら、やっぱり肉厚ですごくいいんですよね。なので、ちょっとこれをね、食べていきたいと思います。いただきます。うん、これ、本当にね、椎茸の香りがふっとする感じ。ね、肉もねちょっとね甘い感じなんだけどすごく美味しいです。私ね肉まんの皮が好きなタイプなんですよ。ちょっとね変わってるよね。でもね分かります、肉まんのあの生地めちゃめちゃ美味しくないですか。まあね日本と本当ほとんど変わらないけど、日本のはなんかもうちょっとこう薄い感じかなっていう印象があります。台湾の方がね、このパッて開けた時のこの部分が結構分厚いんですよ。結構この皮だけ食べちゃってもお腹がいっぱいになるような感じですね。でもじゃあ肉ってそんな入ってないんじゃないと思うけど、もうさっき見た通りもうちょっと食べちゃってるけど、がっつりがっつり入ってるので、もうねもうこれ1個で全然腹持ちもすごくいいかなと思います。はい、ではね続いてはねこちらを紹介します。これはね日本にあるのかな、
日本では私はあんまり見たことないかもしれない。チーズが入ってるやつだから菓子パンっぽい感じかなと思います。ね、これもねちょっと食べていきたいなと思います。そう、あの台湾ってほらマントーっていうのがあるんですよ。マントーっていうのはあの中に何も入ってない、だから日本で直訳したらまんじゅうみたいになるんですけど、日本でまんじゅうっていうとやっぱり中にあんこが入ってるとかそういうイメージだと思うんですけど、台湾ではねマントーって言えば肉まんの生地だけで中も全部ぎっしりそのまま生地っていう感じなので、どっちかというとね日本っていう菓子パンっぽいイメージかなと思います。なのでねこのチーズのも菓子パンっぽい感じかなっていう。でこれねここがねこっちが黄色でねこっちが白くなってる。だねこれもちょっとね割っていきたいと思います。いきますよ。じゃん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 、わすごい、なんだこれ、ここだけこうやってみると卵焼きっぽいあでもなんかねほらチーズがぎっしり、わかります、チーズがねちゃんとこれチーズなんですよ入ってるので食べていきたいと思います。いただきます。お、すごい、ほら中にもチーズほらぎっしり入ってる。あでも匂いすごいチーズ、うん、めっちゃチーズの香り。あーチーズの菓子パンですはい、もう感想はチーズの菓子パンかな、もうチーズパンって感じ。すごく美味しいかな、これも皆さんぜひぜひ食べてみてください。日本にあるのかな、ほら菓子パン系、結構ね台湾はあの菓子パン系のも肉まんと同じ姉に入ってて売ってあるんですよ。しょっぱいのじゃなくて甘いのが食べたいとか、今はこうパン系肉は食べたくないな、でもなんか肉まんっぽいもの食べたいっていう時はすごくおすすめかもしれないです。なのでね皆さんぜひぜひ食べてみてください。はい、ではね今日は、まあ、肉まんと菓子パンを紹介させていただきました。食欲のね秋だし、まあ冬も近いから肉まんをいいな合うなと思ってご紹介させていただいたんですけど、皆さんはあの台湾に来られた時にあのセブンとかファミマとかなので肉まん買われたことありますか？まあね、台湾はやっぱり肉まんのねやっぱ専門店とかあって、もうすごくねあの本当に美味しいので、まあ、観光に来た際は皆さんねあの多分そちらで買われることが多いかなと思うんですけど、ぜひぜひねあの台湾のセブンとかファミマとかでも買える肉まんとか菓子パンもぜひぜひあの試してみてはいかがでしょうか。すごい美味しいんですよ本当に、うん、めちゃめちゃ美味しいかな、めちゃめちゃおすすめです。はいはい、ではね今日の動画はここまでとなります。はい、またあと何か紹介してほしいものだったりとかありましたら皆さんコメント欄で教えてください。あとはチャンネル登録もお忘れずに、あとはアンザもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。